ごめん、ネスコ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。謝らないで、お兄ちゃん。お兄ちゃん、どうしていつも謝るの？貧しかったら不幸なの？綺麗な着物が着れなかったらかわいそうなの？そんなに誰かのせいにしたいの？お父さんが病気で死んだのも悪いことみたい。精一杯頑張ってもダメだったんだから仕方ないじゃない。人間なんだから誰でも何でも思い通りにはいかないわ。幸せかどうかは自分で決める。大切なのは今なんだよ。前を向こう、一緒に頑張ろうよ、戦おう。謝ったりしないで。お兄ちゃんなら分かったよ、私の気持ちを。私